いつもサーコの韓流芸能ワクワクチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回は天国に行ってしまった韓国芸能人をまとめました。衝撃事故により突然天国へ旅立った韓国芸能人、2023年12月27日に亡くなったイ・ソンギュンさんに関する報道は未だ韓国で様々な騒動を引き起こしているようですが、韓国の人気芸能人が亡くなると日本のニュース番組などで取り上げられることは多々あります。特に今回のイ・ソンギュンさんのような出来事が及ぼす影響は大きく、それは事故により突然天国へ旅立った芸能人たちも同様です。今回は突然の事故で亡くなってしまった韓国芸能人を紹介したいと思います。事故により突然天国へ旅立った韓国芸能人、キム・ジュヒョク。2017年10月30日に45歳で亡くなったキム・ジュヒョクさんは1998年にデビューし、映画「妻が結婚した」「ビューティー・インサイド」「バラの秘密」「コンフィデンシャル」「行女」ドラマ「プラハの恋人」「ホジュン」「伝説の真意」などに出演した人気俳優です。複数の恋愛コメディ映画への出演により人気となったキム・ジュヒョクさんは韓国のヒュー・グラントと呼ばれていました。実は父親も著名な俳優で、ドラマ「竜の涙」や「カンジョン大王」「帝国の朝」などで知られるキム・ムセンさんの次男として知られています。キム・ムセンさんは2005年に亡くなってしまったため、親子が俳優として共演することはありませんでしたが、2人ともホジュン役を演じているという共通点があります。そんなキム・ジュヒョクさんには当時恋人がいました。それは今や人気女優となったイ・ユヨンさんで、当時期待の若手女優に過ぎなかったイ・ユヨンさんと17歳も年上のキム・ジュヒョクさんカップルは話題となりました。2人は2016年12月には公式に恋人関係であることを認め、結婚も間近と言われていたのですが、そんな中突然訃報が入ってきます。2017年10月30日午後4時半頃、ソウルの道で車を運転中だったキム・ジュヒョクさんは他の車と追突した後マンションの外壁にぶつかり横転してしまったのです。その後緊急搬送されたものの病院で亡くなってしまいます。その時バラエティ番組の収録に参加していたイ・ユヨンさんは訃報を聞くとすぐにソウルに戻り、遺体と対面することとなります。警察の調査によると、キム・ジュヒョクさんが運転していた車から血管などは発見されず、後続車のドライブレコーダーや目撃者の証言により、キム・ジュヒョクさんが胸を強く押さえていたことから心筋梗塞を発症したとの報道もありましたが、司法解剖の結果によるとその確証はなく、アルコールや薬物等も検出されなかったことから事故の原因は今も明らかになっていません。ちなみに遺作となった映画「独占ベリーバー」は翌年に公開され、観客動員数500万人超えの大ヒットとなります。そしてこの作品で強烈な悪役を演じていたキム・ジュヒョクさんは第39回チョンニョン映画賞で助演男優賞を受賞したほか、いくつもの映画賞を受賞しました。イ・ジハン。2022年10月29日に25歳という若さで亡くなったイ・ジハンさんは韓国の公開オーディション番組プロデュース101シーズン2への出演で知られるようになった俳優です。2019年にはウェブドラマ「今日もナムヒョンな一日」で主人公を演じており、2023年放送のイムスヒャンさんとキム・ジョンヒョンさん主演のドラマ「国土の季節」にもイムスヒャンさん演じるヒロインの元恋人役として出演する予定で、すでに撮影も始まっていました。しかしある事故に巻き込まれて亡くなってしまったため、最終回で追悼コメントがされるという形でしか参加できませんでした。今後の活躍が期待された若手俳優の生命を奪ってしまった
った事故とは何なのかというと、それは日本でも連日大々的に報道されたあのソウルイテウォン群集事故なんです。2022年10月29日、ハロウィンの混雑の中で発生した群集雪崩によるこの事故の犠牲者は159人で、その中の一人がイ・ジハンさんでした。この事故の衝撃は韓国の芸能界やスポーツ界のみならず、韓国や日本の他のハロウィンイベントや混雑が見込まれる観光地の警備対策などにも影響を及ぼしました。ハン・ジソン。2019年5月6日に28歳で亡くなったハン・ジソンさんは、2010年に4人組ガールズグループ B ドールスのメンバーとして芸能界デビューし、後に女優へと転向した方です。チュ・ジニさんとキム・ヒエさん主演のドラマ最後から2番目の恋や逆転のマーメイドなどに出演し、亡くなる2ヶ月前の2019年3月9日には結婚式を挙げていました。ハン・ジソンさんは空港インターチェンジ付近で車から降りていた際に交通事故に遭い亡くなったのですが、高速道路片道3車線のうち2車線に車を止めるというありえない状況だったため、その事故自体が疑問視されました。同乗していたハン・ジソンさんの夫は、警察の取り調べの際にトイレが我慢できなくて車を止めた、用を済ませてから戻ってきたら事故が起こっていたと供述しましたが、突然車を高速道路の真ん中で止めたことや、その時車のドライブレコーダーの録音がオフになっていた点も相まって、さまざまな憶測が飛び交うこととなります。その供述の不自然さから飲酒運転が疑われましたが、夫はお酒を飲んだかどうかわからないと説明しました。しかし後の司法解剖の結果、ハン・ジソンさんが泥酔状態であったことが判明し、その血中濃度は免許停止に該当するレベルだったそうです。後に弁護士だった夫は飲酒運転幇助の容疑で送検されましたが、不起訴処分となり、飲酒運転をした子ハン・ジソンさんに関してもすでに亡くなっているため、控訴権なしの処分となったようです。4、2008年8月21日に27歳で亡くなったヨンさんは、シルムという朝鮮相撲の選手として大学1年まで活動し、大韓民国全国体育大会シルム部門で2年連続金メダルを獲得したこともありました。チャ・スンウォンさんに憧れていたというヨンさんは、30kg 減量してモデルデビューし、やがて俳優活動もスタートします。そして2007年にはドラマ「コーヒープリンス1号店」に出演し、迷惑魅力の愛称で人気となります。続いて出演した時代劇「必殺最強チル」では殺し屋役を演じますが、残念ながらこのドラマがイオンさんの遺作となってしまいます。イオンさんはこのドラマの打ち上げから帰る途中、運転するバイクがガードレールに衝突し亡くなってしまったのです。目撃証言などによるとひき逃げの可能性もあったそうですが、真相は未だ分かっていません。2020年に放送された青春ドキュメンタリー再び20歳コーヒープリンス編では、メインキャストたちが集まり当時を振り返っています。キム・ドンウクさんやキム・ジウクさんと共にプリンス3人組として活躍したコ・ヨンさんに関する話となると、短い人生だったけれど自身がしたかったことを思いっきりやってこの世を去った人と彼を追悼しました。そしてイオンさんが実の兄のように慕ったコンユさんは、心がとても痛くてしばらく出演者たちとこのことについて話さなかったと語り、今この場にイオンさんも一緒にいたらいいのにと懐かしさを表し、目頭を赤くしました。ちなみにこのドラマにはイ・ソンギュンさんも出演していました。まとめ以上、事故により突然天国へ旅立った韓国芸能人4人を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。さまざまな不幸が重なり自ら命を絶つ芸能人がいるというのも悲しいことですが、
自ら望んだわけでもなく、突然の事故により亡くなってしまうというのも悔しいですよね。今後もっと活躍する明るい未来が待っていたことを想像すると残念に思えてなりません。続いての動画になります。引き続きご覧ください。闘病生活をするも天国へ旅立った韓国芸能人。これまで帰らぬ人となった韓国芸能人や事故により天国へ旅立った韓国芸能人というタイトルでお亡くなりになった韓国芸能人たちを紹介してきましたが、今回は闘病生活をするも天国へ旅立った韓国芸能人として何人かの韓国芸能人を紹介したいと思います。年々平均寿命が伸びてはいますが、病気とはいえ60代で亡くなってしまうのは早いですし、今回紹介する5人のうち3人はまだ30代という若さで亡くなってしまっているんです。彼らや彼女たちがどのような病気を患い、どんな闘病生活を送ってきたのかをご紹介していこうと思います。チョンリム。2023年7月19日に37歳という若さで亡くなったチョンリムさんは、第2のピとして人気となった歌手兼俳優です。デビュー作は日本でもリメイクされた名作ドラマ「ごめん愛してる」で、その後いくつかのドラマ作品などに出演し、2009年に歌手活動をスタートします。俳優と歌手活動を並行していたことから第2のピと呼ばれ人気を得ますが、2010年以降は目立った活動はしていなかったようです。その後結婚し会社員として働いていたようですが、2023年7月19日に大腸がん闘病の末亡くなってしまいます。チョンリムさんは10年以上目立った芸能活動をしておらず、バイク関連の YouTube チャンネルの映像を通じて某バイクメーカーの営業社員として働いていることが分かったそうなので、いつから闘病生活を送っていたのかやその他プライベートなことに関しては詳しく分かっていません。大腸がんの早期発見には大腸がん検診を受けることが大切です。初期段階では症状がほとんど出ず、症状が出るまでに進行してから気づいた時には遅いと言われています。定期的な検診と早めに医師に相談することが重要なようです。パクジフン。2020年5月11日に32歳という若さで亡くなったパクジフンさんは、雑誌のモデルから俳優に転身し、2017年のドラマ「シカゴタイプライター」「時を超えて君を思う」などに出演していた方です。有名ショッピングサイトのモデルとしても活動しながら、SNS を通じて優れたファッションセンスを披露していた彼は、2019年の9月に「昨日、今日は気分も良くて天気も良く、体調もとてもいい」という近況を伝えていました。当時は明るく笑い健康だったようですが、関係者によると昨年胃がんの診断を受け闘病生活をしてきた。当時状況が良くはなく心の準備はしているようだった。とても残念だと述べています。この頃から胃がんとの闘病生活を送っていたようですが、残念ながらわずか32歳という若さで亡くなってしまいます。キムヨンヘ。2017年4月9日に享年66歳で亡くなったキムヨンヘさんは、1970年にデビューし数多くのドラマや映画に出演してきた韓国を代表する女優の一人です。大ヒットドラマ太陽を抱く月で悪役である大王大妃を演じたことで知られており、この他にも数々の名作に出演してきました。しかし太陽を抱く月の撮影中に膵臓がんを宣告され、それ以降闘病しながら撮影を続けることになります。その後も闘病生活をしながらメディカルトップチーム美女の誕生、ヒルミーヒルミー、ドクターズ、恋する気持ちなどに出演したキムヨンヘさんは、ドラマ、ボルゲス洋服店の紳士たち、恋はオーダーメイドにも出演し、このドラマが遺作となってしまいます。
撮影中に病状が悪化し、ドクターストップがかかる事態となったそうですが、それでも病院に入院しつつも外出許可証をもらっては撮影に参加したキム・ヨンエさんは、作品に迷惑をかけてはいけないと契約通りの50話に出演します。このドラマで共演した俳優のチャインピョさんは、先輩は50話が終わる時までは生きさせてくださいと祈っていました、命をかけて演技をされたのですと話し、制作者や演技者、そして視聴者にとって、私が病気のために誰かがうまくいかないということがなければいいんだけどとおっしゃったと話しています。ちなみに2017年2月キム・ヨンエさんの最後の撮影日の模様が動画として上げられています。これ以降、身辺整理を進めたキム・ヨンエさんは自ら遺影写真と順位を選び、葬儀の手続きも全て済ませたそうです。そして2017年4月9日、膵臓がんの合併症により天に召されることになります。死の直前まで女優としての在り方を貫いたキム・ヨンエさんの葬儀には、遺族、知人、俳優仲間たちだけでなく一般人も多く詰めかけ、故人を追慕しました。キム・ジャオク、2014年11月16日に享年63歳で亡くなったキム・ジャオクさんは、1970年にデビューし、頑張れクムスン、私の名前はキム・サムスン、コーヒープリンス1号店といった人気ドラマに出演してきました。1996年にはドロッド歌手テジナさんの勧めでアルバムを発表し、約60万枚のセールスを記録して多くの人から愛されることとなります。しかし2008年頃から大腸がんの闘病生活を送っていたとされるキム・ジャオクさんは、リンパ節と肺に癌が転移し、抗がん剤治療を受けるようになります。そんな闘病生活を送りながらも、明日に向かってハイキック、お弱虚の兄弟たち、3度結婚する女などに出演したキム・ジャオクさん、亡くなる年の初めまでドラマ撮影をし、バラエティ番組花よりお姉さんにも出演。さらに5月には舞台春の日は去っていくに出演していましたが、2014年11月16日、7年間にも及ぶ闘病の末、肺がんの合併症により帰らぬ人となりました。ムンジユン、2020年3月18日に享年36歳で亡くなったムンジユンさんは、2002年にデビューした韓国ドラマ界の名バイプレイヤーとして知られている俳優です。イルジメ、ソンドクジョウウといった大ヒット時代劇から、ビッグ、黄金の庭といった現代劇でも活躍し、名前は知らないけれどどこかで見たことある俳優として、さまざまな作品に出演してきました。近年は恋はチーズインザトラップや恋のゴールドメダル、僕が恋したキム牧樹で主人公たちが通う大学の先輩役を演じていました。特に映画化もされた恋はチーズインザトラップでは、両作品にサンチョル先輩役として出演し、人々の記憶に残りました。そんなムンジユンさんは、2020年3月18日に急性敗血症により天国へ旅立つことに。その数週間前には15年ぶりの CM 出演のためチェジュ島で撮影をしていたそうですが、咽頭炎の悪化により入院後、急性敗血症で集中治療に運ばれるもわずか3日で亡くなってしまいます。当時新型コロナウイルスが拡大し始めた頃だったこともあり、当初はコロナウイルス感染によるものではないかとの疑いもありましたが、それは事実ではありませんでした。ちなみにムンジユンさんが突然この世を去ったことで、後半の撮影作業が中止されていた CM については、久々の CM 出演をとても喜び笑顔で話していたという遺族や所属事務所の意向が伝えられたことで、無事にオンエアされることとなりました。まとめ、いかがでしたでしょうか。ベテラン女優2人が
最後の瞬間まで女優を貫いた姿には感動しましたし、30代という若さで亡くなってしまった3人については、今後まだまだ活躍するだろうことを考えると、やるせない気持ちになってしまいました。続いての動画になります。引き続きご覧ください。帰らぬ人となった韓国芸能人急遷。2023年12月27日にイ・ソンギュンさんが亡くなったという衝撃的なニュースが入ってきました。昨年秋頃よりたびたびニュースで取り上げられていたイ・ソンギュンさんですが、まさかお亡くなりになるとは。このような訃報を耳にすると悲しい気持ちになりますが、今回はこれまでに帰らぬ人となった韓国芸能人たちについてご紹介していきたいと思います。帰らぬ人となった韓国芸能人イ・ソンギュン。最初に紹介するのは2023年12月27日にお亡くなりになったイ・ソンギュンさんです。48歳でした。イ・ソンギュンさんはドラマコーヒープリンス1号店パスタ恋ができるまで、マイディアミスター私のおじさん、映画パラサイト、半地下の家族などで知られる人気俳優でした。ヨーロッパで評価の高いホン・サンス監督作品やアカデミー賞受賞作パラサイト、半地下の家族などへの出演により、世界的にも知名度の高い俳優で、今後も多くの作品の公開出演が控えていましたが、2023年10月頃より麻薬不法投薬という疑惑が報道され、何度も警察で取り調べを受けることとなります。現時点で事件の真相が全て明らかになっているわけではありませんが、違法薬物だと知らずに投薬した、それに関して脅迫されていた、警察で長時間の聴取を何度も受けていたという情報が飛び交っています。そのようなストレスが重なった結果、自動車内で練炭で自ら命を絶ったのではないかと言われています。続いて紹介するのは2019年11月24日に亡くなった人気アイドルグループのクハラさんです。カラといえば日本でも少女時代と並び人気を博した第二次韓流ブームの火付け役として知られていますが、メンバーの中でもダントツで人気ナンバーワンだったのがクハラさんです。2016年のグループ解散後は事務所を移籍してソロ歌手女優として活動していましたが、2018年9月に彼氏への暴力事件を起こし、その後彼氏からリベンジポルノ被害に遭うなどトラブルが多発するようになります。その結果2019年1月に所属事務所を退所することになったクハラさんは、一度自ら命を絶とうとしますが、その時は未遂となりました。その後日本に活動の拠点を移し、ソロ歌手として11月14日から19日には東京、大阪など全国4大都市を回るコンサートを敢行します。しかしツアー終了後、用があると韓国に戻った直後の2019年11月24日ソウルの自宅で死亡した状態で発見されるという悲しい結末となってしまいます。リビングのテーブルには自身の境遇を悲観する手書きのメモが残されていたそうです。28歳でした。ソルリ。2009年に5人組のアイドルグループ FX のメンバーとしてデビューしたソルリさん。グループは韓国をはじめ日本でも人気となりますが、2014年7月にはグループでの活動休止を発表し、翌年に脱退することとなります。その後ソロアーティストとしてだけでなく、ドラマホテルデルーナにカメオ出演するなど女優としても活動していましたが、2019年10月14日自宅にて亡くなった状態でマネージャーに発見されます。まだ25歳という若さでした。警察は当初他殺と自殺の両面から捜査を進めていましたが、一人暮らしの自宅で亡くなっていたことやうつ病を患っていたことにより、死因は自ら命を絶ったと推測されています。
ちなみにソルリさんの親友だったクハラさんは当時写真をアップして追悼していましたが、わずか1ヶ月後にクハラさん自身も亡くなってしまいます。クァンドゥリ、愛らしいルックスから今後の活躍が期待されていた若手女優のクァンドゥリさんは、ドラマ怪しい三兄弟、映画タッチ、ドラマスキャンダルなどに出演し注目を集めていました。しかしボンゲタンによる窒息が原因で2015年12月14日に亡くなってしまいます。当初は死因は交通事故と報道されていたそうですが、警察はその報道を否定し自ら命を絶ったとして捜査を終結させました。遺書などは見つからなかったそうですが、以前から友人に人生は難しいと語っていたことから精神的に追い詰められていたものと考えられています。しかし当初間違った報道がされたことから事務所の情報操作なども疑われており、クァンドゥリさんと事務所との間に何らかのトラブルがあったという推測もなされています。ハンナ、2014年1月に亡くなったハンナさんは JYP エンターテインメント出身の歌手です。歌手として活動した後女優に転身し、ハンジソという芸名で携帯電話の CM に出演し有名となりますが、32歳という若さで自宅で自ら命を絶ちました。死因や自ら命を絶った原因などは明らかにされていませんが、もともとパニック障害だったこともあり、それが自ら命を絶った原因と考えられています。チョンテス、ドラマときめきソンギュンガンスキャンダル、花たちの戦い、宮廷残酷史、帝王の娘、スベクヒャンなどで知られるチョンテスさんは34歳という若さで2015年12月14日に亡くなりました。トップ女優ハジウォンさんの弟としても知られるチョンテスさんは主演ではないものの人気ドラマで重要な役柄を演じ注目されてきました。チョンテスさんは一男三女の末っ子で、姉であるハジウォンさんは俳優の先輩としてアドバイスを惜しまなかったそうですが、俳優活動に関する手助けをすることはありませんでした。しかし世間からはハジウォンの弟というレッテルが貼られ、そのプレッシャーからかうつ病となり普段から治療を受けていたそうです。死因については一切公表され、事故死や病死とは公表されていません。チェジンシル、モデルタレントとしてデビューしたチェジンシルさんは1988年より俳優デビューし、1992年のドラマ嫉妬でチェジンシルシンドロームといわれるブームを引き起こした90年代を代表する女優として知られています。2000年には当時読売ジャイアンツに所属していたチョ・ソンミンさんと結婚しますが、2004年には離婚しています。その後女優復帰し、大ヒットドラマバラ色の人生、ラストスキャンダルなどで再度人気となるのですが、2008年10月2日に自宅で自ら命を絶ってしまいます。40歳でした。以前からインターネット上で誹謗中傷されていたり金銭関係のバッシングを受けていたようで、それに悩んで自ら命を絶ったという見解となっているようです。ちなみに2010年には実定のテイ・ジニョンさん、さらに2013年には元夫のチョ・ソンミンさんも自ら命を絶っています。パクヨンハ、韓流ブーム初期から日本で人気となり歌手としても活動しヒットを飛ばしていたパクヨンハさんも2010年6月30日に自ら命を絶ちました。2002年のドラマ冬のソナタでペヨンジュンさん演じる主人公の恋がたき役を演じたパクヨンハさんは、日本で放送が始まるとすぐに人気となりファンクラブまで発足するほどに。日本での歌手活動も順調で、2007年2008年と続けて日本ゴールドディスク大賞でザベストエイジアンアーティストを受賞しています。その後
韓国でもドラマに主演し、大学へ入学し演技を勉強し直すなど、順風満帆かのように見えたのですが、2010年6月30日に自宅で遺体として発見されます。32歳という若さでした。自ら命を絶った原因としては、末期の胃がんを患った父親の介護に疲れたことや、事務所経営によるストレス、そして日本で活躍することによる韓国からの誹謗中傷などが挙げられています。日本でも馴染みのある俳優だったこともあり、日本のテレビ番組で追悼企画が組まれ、韓国で行われた葬儀には日本からファンが訪れ、死後の2014年には日本デビュー10周年を記念したコンサートが開催され、4000人ものファンが集まったそうです。キムスジン。1998年のシットコム順風産婦人科などに出演した女優のキムスジンさんは、一時は人気となるものの、その後出演作は激減してしまいます。その後彼女がうつ病を患っていることが発覚しますが、2013年3月29日に自宅で首を吊っているところを当時の恋人に発見されます。37歳でした。遺書にはごめんなさいという内容が記されていたそうですが、彼女の自ら命を絶った理由などは不明となっています。まとめ。以上、帰らぬ人となった韓国芸能人を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。今回紹介した以外にもかなりの数の芸能人が自ら命を絶っており、そのことから韓国芸能界の過酷さや芸能人のメンタル状況が心配されています。亡くなった方々のご冥福をお祈りいたします。続いての動画になります。引き続きご覧ください。帰らぬ人となった韓国芸能人。2023年12月27日に亡くなったイ・ソンギュンさんをはじめ、韓流ブーム初期に人気となったパク・ヨンハさんや、カラのメンバーとして活躍したクハラさんなど、韓国芸能人の訃報は日本でもたびたび話題となっています。前回も帰らぬ人となった韓国芸能人を何人か紹介してきましたが、今回は前回紹介しきれなかった韓国芸能人たちをご紹介していきたいと思います。帰らぬ人となった韓国芸能人。チョン・ダビン。ニューノンストップや屋根部屋の猫といったヒットドラマに出演し人気を高めていたチョン・ダビンさんでしたが、2007年2月10日26歳という若さで自ら命を絶ってしまいます。当時所属事務所と契約をめぐるトラブルを抱え、仕事も激減したことによるうつ病も患っていたと言われており、交際していた男性の自宅で亡くなっているのを発見されました。そんな状況もあって当時は恋愛問題もあったのではないかという推測もされましたが、真相については分かっていません。亡くなる前日に彼女自身のウェブサイトに、神が私を迎えに来たという日記が書き残されていたことから、精神的に追い詰められていたという見方が強いようです。ジョンヒョン。今なお人気アイドルグループとして活躍しているシャイニーのメンバーであったジョンヒョンさんも2017年12月18日に亡くなっています。27歳でした。シャイニーの人気は韓国のみならず日本でも非常に高かったのですが、ソウルにある民泊施設の部屋で倒れているのが発見され、当時は事件性もあるとしてかなり注目を集めました。日本での人気も高かったこともあり大々的に報道されましたが、その死因は練炭らしきものを燃やしたことによる一酸化炭素中毒というものでした。ただシャイニーは韓国有数の人気グループだったこともあって、さまざまな憶測をされる結果となり、アイドル業界の闇と結びつける人もいたようです。ムンビン。今をときめく人気俳優チャウヌさんも所属するアイドルグループアストロのメンバーであったムンビンさんも2023年4月19日に自ら命を絶ったとされています。25歳でした。過
手だけでなく、俳優やモデルとしても活動し、アストロのメンバーサナさんとのデュオツアーで世界を回っている最中でしたが、自宅で意識不明になっていたところをマネージャーにより発見され、後に亡くなられたそうです。自ら命を絶った理由として、うつ病が原因として挙げられていますが、事務所からは死因や病気だったかどうかについて発表がされていません。過去に体調不良で活動を休止していたこともあることから、精神的な問題だったとされていますが、ここ数年、韓国アイドルが自ら命を絶つケースが続いていることから、K-POP の闇として海外メディアでも取り上げられています。チョンミソン。2019年6月29日に突然この世を去った女優のチョンミソンさん。彼女はドラマ「セイパンオーキムタック」「雲が描いた月明かり」「太陽を抱く月」映画「殺人の追憶」といった人気作に出演した売れっ子女優として広く知られていましたが、演劇公演のためにホテルに宿泊中だったところ、マネージャーにより発見され帰らぬ人となってしまいました。享年48歳。この時演劇の公演中であり、映画「王の願いハングルの始まり」の公開を控え、新ドラマ「ノクドゥデン花に降る月明かり」への出演も決まっていた状況だったこともあり、この突然の訃報は世間に衝撃を与えることとなりました。所属事務所によると、チョンミソンさんはうつ病の治療を受けていたと公表し、最近家族に不幸があり母親も病床にあるため周囲に憂鬱感を訴えていたと言われているため、極端な選択をしたものとみられていますが、警察からはうつ病治療を受けていなかったと報告されています。遺書などもなかったことから真相はわからぬままとなっているようです。イウンジュ。チャン・ゴンゴンさんやオンビンさんと共演した映画ブラザーフットやバンジージャンプする永遠の片思いドラマ火の鳥といった作品で知られるイウンジュさんは、人気絶頂の最中である2005年2月22日に自宅マンションで亡くなっているのを兄により発見されました。24歳でした。早くから期待の若手女優として数多くの作品に出演し、スターの仲間入りを果たしたところでした。しかし不眠症とうつ病に悩まされており、病院で1日1時間しか眠れないと訴えていたようです。一方で2004年10月に公開された映画スカーレットレターでベッドシーンを所属事務所に半ば強要されて演じたことが不眠症につながり、同時にうつ病を発症し苦しんでいたという内容の遺書がマスコミによって公開されており、これらが自ら命を絶つことになった原因とされています。個人的にはチャ・ティヒョンさんやソン・イェジンさんらと共演した映画永遠の片思いでのイウンジュさんの演技力に惹かれたこともあり、惜しい人を亡くしたと非常に残念に思っています。今も生きていたならば間違いなくソン・イェジンさんと並ぶ大女優となっていたでしょうに。チョン・アイル。歌手練習生として長い間活動し、女優に転向し CM や朝ドラマ「愛よ愛」などに出演したチョン・アイルさんは2012年6月13日に自宅で亡くなっているところを発見されました。25歳でした。彼女は芸能人としてデビューするも無名であることを悲観していたようで、普段からうつ病と不眠症に悩まされていました。その原因としてドラマや CM の出演料が未払いになるなど、金銭的にもかなり追い込まれていたようで、ある情報番組で事務所の関係者は、チョン・アイルは所属事務所で支給する75万ウォン約5万円以外には収入がなかった、生活に苦しんだことが自決の原因と知られているが、彼女は経済的に苦しんでいることを一切表には出さなかったし、普段から明るくて元気な性格だったため全く知らなかったと話しています。ユニ。
ユニさんは本名のホユンやイヘリョンの芸名で活動していた時期もある女優、歌手です。子役を経てセクシー系ポップシンガーとして歌手活動も行っていたユニさんは日本でも積極的に活動し、韓国の倖田來未と評されてもいました。しかし2007年1月21日自宅マンションで亡くなっているのを祖母により発見されます。25歳でした。自ら命を絶った理由としてはインターネット上での誹謗中傷に悩まされていたことによるうつ病が原因とされており、この事件により匿名の誹謗中傷に対する批判が殺到し、安易な書き込みについてのマナーなどが疑問視されるようになりました。ナムユンジョン。1973年にデビューしたナムユンジョンさんはドラマ「黄色いハンカチ」や「ガンダムママの教育戦争」「白い巨塔」などに出演した女優です。そんな彼女が亡くなったのは2012年8月1日のことで、享年58歳でした。自宅アパートで亡くなっているところを娘によって発見されたとされており、遺書により金銭問題が原因で自ら命を絶ったとみなされました。前年に亡くなった夫が運営していた事業が苦しいことからうつ病の治療を受けていたようですが、遺族やナムユンジョンさんの側近は過労によるショック死だと主張しているようです。チャンジャヨン。2009年3月7日に自ら命を絶ったチャンジャヨンさんは韓国版ドラマ花より団子にヒロインと敵対する女の子の役を演じたことで知られている女優です。その死の原因が度重なる性接待によるものだとして物議を醸したチャンジャヨンさんは生前知人と何度も手紙のやり取りをしており、その内容は社長が副代をくれたら接待強要、所属会社の密室で幻覚パーティー、母親の法事の日にも呼ばれてというおぞましいものでした。それは1年半もの間続いたとされ、合計50通余りもある手紙にはチャンジャヨンさんの苦悩や恨み、関わった人々の名前などが記されていたとされ、後に日本に逃亡していた彼女の所属事務所前代表は日本の警視庁に逮捕されたそうです。しかし当時性接待被害を目撃していた女優ユンジオさんが後に告白したところによると、数十人いたはずの加害者のうち逮捕されたのはたった2人に過ぎなかったそうです。ウスンヨン。雑誌モデルや映画の端役として出演していた新人女優のウスンヨンさんですが、2009年4月27日に自宅で亡くなっているのが発見されました。亡くなった当日昼頃に邸前に「ごめんね、愛してる」という文字メッセージを送ったことや、普段からオーディションにしばしば落ちて苦しいと訴えていたことから自ら命を絶ったとみなされました。この他にも交際していた男性との破局もあったため、それが引き金となったのではと考えられているようですが、企画会社側が不死に憂鬱症の病歴があったと話した件について、警察は確認されていない事実と明らかにし、その安直な対応が物議を醸すこととなりました。まとめ。以上、帰らぬ人となった韓国芸能人を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。仕事が忙しいあまりにストレスがたまることも、仕事がないことや事務所の対応の悪さによりうつ病になることも、どちらも悲劇を生んでしまう原因なんですね。亡くなった方々のご冥福をお祈りいたします。いかがでしたでしょうか。今回は天国に行った韓国芸能人をまとめました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。